皆さんこんばんは、加藤ゴルフ TV です。本日もご視聴いただきありがとうございます。レッスンプロの加藤です。本日はアイアンでやっていきます。アイアン使って何するのかというと、失敗しづらいスイング作りというお話をしていこうと思います。どういうスイングかというと、要はヘッドアップしてしまったり、体がスウェーしてしまったり、力が入りすぎてしまったりという、そういったミスを減らすスイング作りですね。はい、まあね、アイアンってスポーツで一番使うクラブですよね。まあ、パター、ウェッジ、アイアン、ドライバーという順番だと思うんですよ、ね、なのでこの部分でしっかりと練習をしておくと、やっぱりスコアアップにもつながるし、でそもそも同じスイングでドライバーからウェッジまで全部行こうよって思ったら、これ練習しとけば全部うまく打てるようになるわけですよね。今日はちょっとそんなようなお話をしていこうと思います。では頑張ってやっていきましょう。ここで皆さんに質問です。皆さんは練習場でアイアンを練習するとき、スイング作りをするとき、何番アイアンを使うでしょうか？この質問を投げかけると、大体皆さんが思い浮かんだのが7番アイアンではないでしょうか。まあ、7番アイアンって確かにこの14本のセッティングの中で長さやロフト角がちょうど真ん中のクラブ、そう言われてきました。だからスイング作りをするときは7番アイアンでっていう風になってたんですけども、やっぱ今飛び系のアイアンとかが出てきたことによって、7番でもロフト長いよ、ロフト立ってるよね、クラブの長さ長いよねっていうのがあるので、ちょっと難しいクラブになってきてるんですね。ですので私はここで、スイング作りをする上で提唱するのは9番アイアンです。もちろんそういった飛び系のアイアンだと9番アイアンでもロフトが立ってて難しいんですけども、やっぱり9番アイアンってどちらかというとショートアイアンイメージがあって、難しくなってるよ、ロフト立ってきてるよ、長くなってるよ、でもなんか上がるんだよね、打ちやすいんだよねっていう感じってあると思うんですよ。でその上がりやすいよ、なんか苦労なくいけるよっていう、そういうのを使うことで体が浮き上がってしまう、スウェーしてしまう、力が入りすぎてしまう、そういったものをなくしながら練習していきましょう。はい、9番や打つとき、まず構え方ですね。構え方としたら、下頭は靴が2つ入るくらい。この時に重要になってくるのが、このつま先の開き方です。はい、ここで左足のつま先をわずかに開いて、15度くらい開いて、で右足もまっすぐよりはちょっと開き目の方がいいですね。で、左目の前でクラブを握って、前傾角度を作ってアドレスをしてあげる。手と体の感覚は肩骨です。これで9番アイアン打つ構えができました。でこの状態から9番アイアンって飛ばすクラブではないですよね。まずはこの辺から、この辺という振り幅でまっすぐフェースを合わせてあげる練習をしていきましょう。ただこれ、まっすぐフェースを合わせてあげる練習をしましょうというんですが、手を使ってくださいというわけではありません。要は構えたこの形でインパクトできるように動いてあげましょうということになります。で9番アイアンって飛ばすクラブではないので、誰しもが力を抜いてハーフスイングやフルショットっていうのを練習することが可能だと思います。まずはハーフスイングからしっかりとミートさせてあげるということですね。体を軽く右向けて同時にクラブを上げます。そこからクラブを下ろしながら左に、でこれで当たってきたら今度は大きいスイングをしてあげると、これもこう上げていくんですが、この時左腕ちょっと伸びてるように見えると思うんですが、時計の文字盤で言ったら9時、10時くらいのところに上げてあげるようなイメージを持ちましょう。このどこに上げていったらいいの、どこまで上げたらいいのっていうのが曖昧になってしまうとスイングは安定しません。常にトップというのは時計の針でいうと10時です。この10時に上げて
フィニッシュでバランスよく振り切った時にバランスを崩さないように心がけてあげましょう。もう一度いきますよ。スイングは十字からバランス崩さないように、一応左右対称の形で考えたら十字の反対は二字になります。ですが二字ですよっていうと力入って止めちゃいますよね。今ここでやりたいのは再現性の高いスイングです。力を入れないスイングです。ですのでここは惰性でいっちゃっていいです。止めようとすると力が入りますので止めないようにしてください。十字から二字です。十字から二字、しっかりとアドレスを作って十字から二字というような感覚でいきましょう。で9番アイアンでこの十字から二字というスイングが安定して行えるようになったら、同じことを今度はドライバーでやってみましょう。ドライバーです。ドライバーでも幅を作ります。ドライバーの時はアッパースイングをしたいので足幅はアイアンよりも少し広くなります。この状態で中字から少し長い分遠心力が働くので中字で止めているつもりが11時までいってしまうことも、これは許容範囲として押さえておいてください。はい、このように練習していくと9番アイアンで覚えた十字二字というスイングで全てのクラブが打てるようになってきます。ぜひね、とてもいい練習だしコースでも再現性の高いスイング作りになりますので皆さん頑張ってやってみてください。はい、ということで本日の動画は以上となります。この動画いいなと思った方はぜひチャンネル登録高評価をよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。